青コーナーより那須野龍二選手、赤コーナーよりアルバート・クラウス選手の入場です。大阪府立体育会館から生放送でお届けしています K1 ワールドマックス2011。さあここからが70キロのジャパントーナメントの幕開けとなります。ニコニコ生放送、現在来場者が5万人を超えました。谷川さん、ニコニコ生放送来場者5万人を今超えました。もうどん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 10万人以上いってほしいですね。はい、さあまず入ってまいりました。日本の那代雄司、昨年の日本トーナメントは1回戦で敗退となりました。ただその後はクラッシュで5試合を戦い抜きまして、 K1 ルールをしっかりと経験してきました。兄はボクシング元 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンの那代信夫。今回のこの日本トーナメントでは1回戦からアルバート・クラウスを相手にすることになりました。クラウスは大好きな選手なので対戦できることは本当に嬉しいと語っていた那代雄司、今リングインです。佐藤さん、はい、かなり表情気合入ってますね。入ってますね、はい、もうね、やったろって感じですよね。はい、期待しましょう。日本の那代雄司、さあそして入場テーマ曲が変わりました。ニコニコ生放送のコメントも、クラウス、テンション上がるな、クラウスは強いよ、やっと本編、でん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 、ロッキー、ロッキー、クラウス来た、ロッキーなんだ、こんな機会作ってありがとう、そしてクラウス来たー、アイオブザタイガー、たくさんのコメント届いています。さあ K1 マックス初代世界王者アルバート・クラウスが今入場ゲート姿を見せました。初めて今年は日本トーナメントに名乗りを上げました。 K1 戦績37戦を誇る強豪、今回の参加者の中で頭一つ、いや二つ三つ抜けていると言ってもいいかもしれません。さあ2002年 K1 マックス創世期から活躍する強豪です。15歳でボクシングを始め無敗を誇り、17歳でキックボクシングに転向してきました。 K1 マックスを象徴するファイターの一人、アルバート・クラウスがリングインです。さあニコニコ生放送来場者が5万人を突破しています。ここは大阪府立体育会館、熱い視線がリング上に注がれています。第1試合を行います。青コーナー168cm 69.9kg、 WMFJ 日本アマチュアムエタイチャンピオン、那代雄司、世界チャンピオンに挑みます。日本の那代雄司、赤組175cm 69.9kg、 K1 ワールドマックス2002世界チャンピオン、アルバート・クラウス、そして優勝候補本命です、初代マックス世界王者アルバート・クラウス。まあ、クラウス選手ね、とにかく本当に今なんていうか、 K1 を盛り上げるために、はい、もう自分が盛り上げるためにこの日本人のトーナメントに出て、発奮させようと、まあ、そういう、ね、本当気持ちが嬉しいですよね。そうですね、まあ、震災の影響などもあって本当にこの日本を元気づけたいという思いがあるようですね。K1 もちょっと元気がないんで、はい、盛り上げたいということで、なるほど、俺自分が日本人トーナメントに出て、はい、やると、やっぱね、そういう気持ちが嬉しいですね。そうですね、谷川さんも随分元気もらったようですね、はいはい、本当にそうですね。さ
さあ今ゴンが鳴りました。第1試合の第1ラウンドの始まりであります。さあ那城君にとってこれね決勝戦のつもりでやればいいと思いますよ、はい、トーナメントのことは全く考える必要ないですね。もう失うものは何もないわけですからね、とにかくクラウスを倒すという、はい、まあ、そして谷川さん考えればですねこの世界チャンピオンと対戦できる機会というのはそうそうありませんからね。で那城選手も好きですからね、はい、やっぱ那城選手お兄さんが、ね、世界チャンピオンのボクシングの、で弟は空手出身なんですけどやっぱりこのクラウスみたいなボクシングの選手とか好きですからね。そうですね、クラウスねいい距離取ってますよ。いきなりまずはクラウスの距離ですか、はいはい、そのプレッシャーがすごいですよね。そうなんですね、序盤から前出ます。那城選手いけるとしたらもうちょっと遠い距離からバッと踏み込んだ攻撃当たるかと思ったんですけど、はい、今クラウスあ右いきなり右ストレート佐藤さんこの距離取られるとねきついですよ。この距離が怖い。過去に日本人でこのクラウス越えを果たしたのは正人小比類巻大臣そして放送席にいる佐藤義弘さん3人しかいません。ボディブロー顔面のパンチからボディブローこの距離はきついですね。追いかけますプレッシャーがすごいんですね。やっぱもうサウスポーサウスポー戦い方熟知してましたね、うん、ペトロシア相手に詰めれたんであんまり右サウスポーの人があんまり詰められることないと思いますから、ね、はいハイキックで返しました那城です。さっきの試合との距離感を見てもらいたいですね。あのさっきの試合よりかなり近いんですよ、はい、クラウスは、はい、右かなりこのプレッシャーはきついですよ。そうですね佐藤さんも6月に対戦がありましたけども、はい、このクラウスのプレッシャーどうやってしのいだんですか。いや根性ですねとにかく気合ですか、はい、まあ 自分そんな下がるタイプじゃないんで、はい、まあ、もう消耗戦しかならなかったですけど那城選手アウトボクサーなんでうまく距離取りたいんですけど、はい、取らせてもらえないですね。マサト君もね佐藤選手も言ってましたけど本当に何ですかねプレッシャーがすごいですよね。オランダの選手サワーにしても、はい、あのクラウスにしてもですね。つまり谷川さんうかうかしてるとすぐにやられちゃいますよねこれで。あのプレッシャーがきついんで自分の攻撃がね、はい、コンビネーション反応しちゃうんですよね。はい那城もコンビネーション右入った右から左入りましたクラウスです。アルバートプラス強いっすね初代マックス世界王者左で返す那城のパンチ入りました。さあ那城那城が前に入る左入るパンチ取れんだパンチ取れんだここで世界王者を仕留めるか。さあ追い詰めるロープ際追い詰めました那城雄二惜しかったですね。はいこういうキレがね那城選手あるんですよね。スパーンっていう切れ味が、はい良かったですね。ちょっと聞いてます聞いてる聞いてる聞いてますかね。さあここでチャンス到来です。那城にチャンスが巡ってきた。聞いてますよ聞いてます。パンチとレンダーボディからミドルキックへと繋いでいきます。ちょっとクラウス聞いてますね。第1ラウンドが終了。さあ佐藤さん、はい、序盤ちょっとプレッシャーに押されましたがいい形でパンチ当たりましたね。もう完全にクラウスペースだったんですけどもう一瞬の隙ついて那城選手攻撃入れましたね、はい、左ストレートかな、はい、ちょっと僕見えなかったんですよ、はい、さあ青コーナースコアリングシステムジャッジは3名とも10対9青コーナー那城雄二につけました。谷川さん第1ラウンド那城が取りましたよ。取りましたねこれはすごいことですね。はいまずは世界王者に対して先制した形になりました。ラウンド取ったクラウスホムホムホーいやー予想外だ大池坂に差がついたかいろんなコメントが届いております。松野君やるな